皆さんこんにちは。本日の動画は新しい企画ニュープロジェクトに挑戦です。その発表の動画になります。ママね、ネタに困っちゃったの。動画のネタに、ショート動画でね、日常的なことをあげてるんだけど、メインのこのロングの動画あげることなくなっちゃったんだ。そんな時にね、前から実はちょっと企んでいたことがあって、それをこの機に始めてみたいと思います。何を始めるかというと、昔話、民話の朗読です。なんだかね、私の周りで今昔話ブームで、みんないろいろやってるんですけど、私はね、もちろんみんなの昔話にヒントを得て思いついたものなんですけど、あえて民話という言い方をします。で、ジャンルはもう関係なく、いろんなジャンルをやるわけではなく、私の場合固定で土佐、高知県の土佐の民話をやっていこうと思います。絵とかアニメーションはなしで、朗読でいこうと思います。なんで土佐の民話にしたかっていうと、実は私のおじいちゃん、私の祖父が高知県で紙芝居をずっとやっていたんですね。紙芝居で子供たちに高知、土佐の民話を語り継ぐっていう語り部をやっていたんです。そんなおじいちゃんももう100歳、すごいですよね。まだ元気健康なんですが、もうね、やっぱり頭の方はちょっともう分かんなくなっちゃってます。で、誰も後を継がないので、私がこの YouTube を通して後を継いじゃおうかなってずっと考えてました。実は何ヶ月も前から。で、まずは両親に承諾、了承を取って、おじいちゃんに聞いてもね、わからないので、もうで資料をね、実家の方からもらってきて、実はね、準備の方は着々と進めていたんです。あとはね、始めるタイミング、ライブと一緒にスタート思いついたタイミングだったので、どっち先にしようかなと思って、とりあえずね、ライブの方先に始めたんですけど、まだその時はね、動画のネタも結構あったから、ようやく今になってネタ切れも出てきたので始めようと思います。いいタイミングだったかなね、大学。でも自分でやっておきながら、すごいですよね。紙芝居ってもう相当昔の話じゃないですか。おじいちゃんがやじ始める前からきっと紙芝居文化っていうのはあったと思うし、ねえ、時代的には昭和の、戦後、昭和の中頃の話かな。ちびまる子ちゃんとかでね、紙芝居出てきたりもしたし、まあまあ、とにかく世代的には 2,3 個前ですよね。紙芝居から 2,3 世代飛び越えてインターネットのウェブ発信って、すごくないですか。アナログからもうデジタル、もうデジタル、すごいですよね。当時全くこんなこと思いつかなかったんだろうな。これ全世界に発信できますからね。素晴らしい時代ですよね。そんなわけで、このね、土佐の民話を、外国の方は翻訳振らないと分かんないと思うんですけど、とりあえずね、日本の皆さんに知ってもらいたくて、これからやっていこうと思います。で、朗読にする理由は、やっぱり著作権問題ちょっと怖いっていうのと、あとは皆さんお耳だけね貸してもらえればいいように
流しといてもらって、お耳だけ貸しておいてもらえればいいように。そのために朗読にしました。まあ、一応大河くんは映すつもりなんですけど、お子さんとかね、家族みんなで流しといて聞いてもらえれば、何これって興味持ってもらえればいいかなと思って朗読にしました。多分ね、一編一編は短いお話だと思うんですよ。で、あと私がね、土佐弁喋れないので、本場の高知の人からするとなんじゃこれって思われちゃうかもしれないんですけど、その辺はどうか多めに見てくださいませ。コメント欄でね、何かアドバイスあれば教えてください、よかったら。で、その元になる民話なんですけど、実はおじいちゃん本出してます。表紙だけお見せしますね。じゃん、こんな感じ。土佐の民話、お名前も出ちゃってますが、実はね、おじいちゃんね、ウィキペディアにも載ってるぐらい、ウィキにも載っちゃってる。だからいいと思う、名前出しても。とりあえず実家からはこの3冊借りてきました。この中でもね、かなりの話数が入っているので、結構な数になると思うんだ。やめてやめて、大河くん、これダメだよ、借りてきたものなんだから。さっきからね、これを気になってました、大学はね。じゃあまずはこれ行ってみようかな。土佐民話の会、おじいちゃんがやってた会ですね。うん、誇らしいですね。身内がね、ウィキペディアにも載って、このね、土佐の民話、ちょっとやめて、普及させるっていうね。うん、素晴らしい素晴らしい。そんなわけで、今回はお試しで1話だけやってみようと思います。皆さんよかったら聞いててください。大河くんもおとなしく聞いててください。うん、ひずめ噛んで聞いてて。サエンバの与八。とんと昔、高知のサエンバに与八というそそくり者でおっちょこちょいの男がおったそうな。与八は魚の行商が仕事じゃったきに、干物を仕入れてきては山の村へ売りに歩いておったと。夏のある日のことじゃ、カンカン照りの暑さに与八はちょっと一休みしようと思うて、木の陰へ入って、干物を入れたざるを置いたまま、天向いて寝よったもんよ。置いたら、空でくるくる輪をかきよったトンビが、与八が目を離した隙に、ピューッと舞い降りてきたかと思うと、ざるの干し魚をつかんで、ピューッと逃げたと。こりゃ、トンビ、何をすりゃ。与八は怒って、怒鳴り散らしたけんど、もういかな、後の祭りよ。たか、トンビはええよ。おらら、一羽いて、銭を出して、こうてきて、売りに行かんといかんが、トンビは黙ってきて、すっと取っていく。トンビになれたらええんけど。与八はのんきそうに空に輪をかいて舞い寄るトンビを見ながら、こんなことを思い寄ったと。よっしゃ、おら明日八幡様へいて神さんに相談してトンビにしてもろうちゃお。こう心に決めた与八は、それから毎日朝早うから山田町の八幡様へいて、どうぞ、おらをトンビにして使わさい、言うて、拝み寄ったそうな。すると、近所の若い子らが、与八ちゃんが毎朝八幡様へ行きよるっつうが、ありゃ何しゅうがじゃろうのう。
人技言って調べてみようか。聞いてみてもエイジェイが。と相談して、ある日、お堂へ隠れて聞き寄ったが。おいたら、与八がやってきて、神さん、どうぞオラをトンビにして使わされ、言うて、ぎっちり拝み寄ると、それを聞いた若い子らは、よし、一つ与八のやつをからくおちゃれ、と思うて、神様の声色を真似て、うむ、与八か。よしよし、その方の願いは、聞き届けてどらすぞ。明日朝、そこの松の木の枝へ泊まっちょれ。こう言うたそうな。おりゃ、神さんが言うてくれたぞ。ありがたいことじゃ。与八はよろびこけて、もんてきたと。そうして、夜が明けるのを待ちかねて、八幡さんの松の木の枝へ上がると、西東、あちこちを見回しよったが、すると若い子らは、与八ちゃん、どうしよるじゃろか、と様子を伺いに来たと。おいたら、松の枝に与八が立っちょるもんじゃき、あら、与八ちゃんじゃないかのう。ありゃ、与八ちゃんに変わらん。たんまー。与八ちゃんがトンビになっちゅうぞ。こう言うたところ、与八は、そうじゃおか。言い持って、手を広げて、パーッと、空へ、飛んだと。ドシーンと、地響きを立てるば、大きな音を立ててこけたき、みんなが寄ってたかって、よはっちゃん、売っちゃせんかった子よ。どこ売ったぜよ。と言うと、そうすな、そうすな。ハガイがもげるき、がいにすな。痛そうに顔をしかめながら、よはちが言うたそうな。昔、まっこう、さるまっこう。以上で、今回の朗読、終わりになります。サエンバの与八というお話でした。サエンバっていうのは字にすると、サイが菜園のサイ、園が動物園とか遊園地の園、バが何々場、運動場とかのバですね。サエンバの与八というお話でした。この最後の昔まっこう、猿まっこうっていうのが終わりだよっていう意味です。大河くん、途中でいなくなったね。でも戻ってきてくれたね。ありがとう。こんな感じで、これから一編5分ぐらいのお話かな。ちょうどいいかなと思います、動画に。こんな感じでね、順番に動画にして上げていこうかなと思います。これならネタはしばらく途切れなそうだよ、大河くん。ね。以上で、今回の土佐の民話のお試し朗読終わりになります。さっきもね言ったんですけど、何かアドバイスや意見、ご意見ありましたらコメント欄で教えてください。最後までご視聴ご拝聴いただきましてありがとうございました。また次回の土佐の民話をお楽しみに。